ここで二人の話を聞いていたいな。本当だよ、お使いなんか一人でいいだろう。そんなこと言わずに頼んだよ。ほら、言った言った。うわー、厄介払いされた。雨降ってんのに。こっちよ。あ、盗み聞きしようとしてんな。私、松島さんの話を聞きたいの。こっそり聞いちゃいましょう。お、俺にも聞かせてくれんの？俺が寿司買ってくれば済む話だけど。盗み聞きなんてよくない。どの口で言ってんだこいつ。いやー、まあこれ興味あるよね。あ、でもなんで話そんな聞きたいんだろう、松島さんの話。どうしてそんなに話を聞きたいんだい。うん、気になることはちゃんと質問しといた方がいい気がする。私ずっと気になってることがあるの。ほう。どうしてお父さんが松島さんの工場を受け継いだのか。あ、もともとそうなんだ。師匠の工場をお父さんが引き継いで、長谷部さんは離れて別の会社を起こして大成功したんだ。何かわかるかもしれない。今頃よく顔を出せたものだね、この恥知らず。あら、おばさん怒ってんな。姉さん、とにかく話を聞こうじゃないか。なんだ。息子の名前は義明。うん。義明って、え、まさか松島さんの息子さんの、君が引き取っていたのか。前さ、ちびっこハウスでさ、新一がなんか話してたよな、兄弟がいたっていう話。それリリーじゃねえみたいなこと言ってたけど、リリーと義明が兄弟で、新一その二人の話をしてたのか。リエちゃんも君が。あ、いや、姉の方は僕が行った時にはもう引き取られた後だったよ。うん、海外がどうとか言ってたもんね。海外に行ったとか。なんでも外国の裕福な家庭に引き取られたらしい、うん、それでリリーを名乗ってる。そうか、幸せに暮らしていてくれたらいい。幸せなのかな、あれは。どうかわかんないけど、罪を償えたとは思っていない。うん、そうだよ、松島さん自殺に追い込んでおいた。お前黙っとけ。自殺に追い込んだ。松島さんが自殺。うん。義明は自分の両親、テレビちっちゃ、君のせいで死んだと思い込んでた。鹿の頭目立つだろあれ。あ、自分の両親が君のせいで死んだと思い込んでいた。それがジャッカルに対する復讐とどう関係あんの。桜子をおとなしく返したっていうことは、うん、もしかしてあんたが松島さんにしたことを、うん、どうやら知ってしまったようだ。はあ、いつかは打ち明けるつもりだったが。義明君とそのことで話をしたのか。でもなんか義明が何したいのか今ちょっとなんか未だに伝わってこないんだけど、なんかノリオだけ声ちっちゃくない。いや、あれから姿を見せていない。私のことを憎んでいるだろう。おばさんの声だけよく響くんだよな。今のところはあの時戦った二人のパチプロの行方を追っているようだ。ほう、そのうちの一人がジャッカルだったってこと。君と桜子のことを知っていたからだと思っていたよ。ノリオ声ちっちゃいんだよ。え、どういうこと。やはりあの子。いや、桜子さん、桜子さんの人生、もうやっぱり俺が養わなきゃいけねえわ。ああ、美佐子が君と別れた後に産んだ子供だ。はあ、社長の子供なの桜子さんは。どうして美佐子はそのことを私に言ってくれなかったんだ。で、美佐子はなんで今フラフラ顔見せずにいるの。自分を捨てた男にそんなこと言うわけないじゃない。お前黙ってろよ。あの子はそのことを知っているのか。いや、高校を卒業したら言うつもりだったんだ。うん、いろいろあったもんな。工場取られそうになったかと思ったら燃やされるし入院するし。そうだったのか。
桜子という名前は君がつけたのか。ノリオも大変だな。ああ、ちょうど今と同じ頃に生まれたんだ。だから桜子と。はあ。工場の前の桜の木はその時に植えたんだ。はあ。そうか。いい名前だな。そっか、この人の子でもあるのか、桜子さんは。聞いてた。そっかそっか、そっちの窓そこから聞いてたんだもんすいませんね、聞こえちゃったもんね鹿の頭、待ちなさいもっと早く気づけよ、こんなに鹿見えてたんだから。え、桜子さん、なんか走り出しちゃったの。あー、桜子さん、俺マイペースすぎるだろ。いいんだ姉さん、話そうと思ってたことだ。うん、いろいろあったからな。桜子が東大の方へ走り去った後、長谷部さんと谷口のおばさんが工場から出てきた。谷口のおばさんは足早に八原町の方へ帰っていった。てか、ゆうたどこいんだよ。もうノリオ帰ってきたんだから、ゆうたは小川家に行ってよくない。長谷部さんは桜子が立ち去った方をしばらく眺めていたが、考え込んだ後去っていった。そっか、吉明とリリーが兄弟だったのか。乾じゃないかと勝手に思ってたけどね。乾が割とストーリーにそんなに関わってこないから、これはもちろん桜子さん追いかけた方がいいんだよね。東大の方に行ったっつってたな。あれ、いなくね。あれ、なんか前ここ、え、上か、あ、裏か上なわけねえよなさあ、どうしようかな。あ、黙って横に腰掛ける。これが息です。ありがとう、そばにいてくれて。黙って横に座んの好きだなこいつてか俺が好きなんだな。私はもう大丈夫だから、君はもう行って。どう思えばいいのかも分かんないよね。なんかこう、桜子さんは、私はもう少し海を見ていくわ、とにかく一人になっていたいんだな。傘ぐらい置いてこうぜ。行っちゃった。ちょっとこれいいな。なんかめちゃくちゃなんかギャグとかじゃなくてさ、青春映画みたいなんでありそうじゃない行け、飛び込め、気持ちいい。桜子も入りなよ全然笑ってくれなかったな。めちゃくちゃ滑った。大丈夫何してるのよ、いきなり。めっちゃ滑ったいや、君に笑ってほしくて。笑ってほしくて。そんなことのために。暗い顔は似合わないぜ。もうバカね。あ、なんかいいじゃん。でもほら、風邪ひくから早く帰るのよ。大丈夫だよ、水着だもん。こんなこともあろうかと水着着てたからね。ちょうどよかったわ。ありがとう。頭の鹿はめちゃくちゃ水吸ってるけど。はあ、おいおいおい、こっからどうすんだよ。もう少し海を見ていたいの。美佐子さんね、お母さんにさっき会ったけど、あの人が何を考えて過ごしてんのかも見えないからな、よくわかんないよね。ちょっと待って、とりあえず工場にも行ってみるか。ノリオ、悪いけどタオル貸してくれる？ノリ、あ、いたいたいた。ちょっと服もん貸してくれないか。桜子は今でも俺の子だと思っている。まあそうでしょう、そりゃ。ねえ、一番成長を見てきたのはノリオだから。それはその通りよ。タンスがある。もう開けらんないか。結局何が入ってたんだよ。タンスの中身見せてくれなかったけど、かたくなに。
これどうなんだ、今日のところはもうやれることないのかな。また明日になったらストーリー進む感じか。で、なんか誰かから電話かかってきたりして、ちょっと一応おばさんのところも行ってみるけどね。あ、ゆうたいるか。なんでゆうた帰ってねえんだよ。いや、ちょ、おばちゃん、おばちゃん旅行中につき、おい嘘つくなよ、さっきいただろうが。ノリオんとこに旅行中ではねえだろ。あいつユータどっかに監禁してたりしねえよな。ユータ、ユータいるか。マジか。まあでもなんかとりあえずいろいろ判明してしまったね。なんだっけもう。とりあえずリリーと、あ、まあリリーの名前は一応まだ出てないのか、松島さんとは言ってたけど、まあでもおそらくリリーと吉明様が兄弟で、で、桜子さんは社長と美佐子の間に生まれた子で、で、で社長はその後一人で会社起こして、なんかその後に引き取ったのが師匠の松島さんの息子の吉明。ちょっとごめん、なんかちゃんと整理できてないかもしんない。とりあえず家帰るわ。帰ります。おはようございます。で、誰かから電話来たりすると思うんだけど、あ、ハレンチボー君と人々があなたを呼んでいるようです。あ、そうですか、そうなんですね。あ、でもなんもない。あれ、自分こっから何すりゃいいんだ。とりあえず、ちょっと待って、お腹空いてるわ。お腹が空いてる。キャベツと、キャベツ丸かじりと、いただいたメロンパン。あー、でもこれ取っときたいな。桜子さんにもらったメロンパン。カビ生えるギリギリまで持ってよ。グレープフルーツ。よし、腹八分。なんだろう、長谷部商事でも行けばいいのかな。失礼します、申し訳ありませんが、我が社の社員にそのような格好の方がいるはずがありません。お引き取り願えますか。いや、こないだのやつでしょ。完全に頭見ればわかるでしょ。逆に背広さえ着てればあとは自由だからな。そっか、背広だけは着てなきゃいけないんだ。結局返してないけどね、社員証を吉川に。これでなんかまた吉明か社長のどっちかに会いに行ったらなんか話進んだりせんかな。おう、いらっしゃいませ、長谷部商事へようこそ。あー、ここどうやって入社したらええんや。近々新規採用試験といたしまして、弊社役員による面接を行わせていただく予定です。マジか、チャンスありですかこれ。もし弊社に興味がおありでしたら、そちらをお受けしてみてはいかがでしょうか。おい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 、そういうイベントある？面接イベント。副社長について聞く。まだお若いですけど、すごくできる方だって社内でも評判ですね。でも私はちょっと苦手ですね、あの人なんだか怖くて。だ、副社長もなんか社長の実の子ではないっていうのをなんか分かってて、分かってるからすごい努力したのかもしんないね。ちゃんとできるやつだっていう評判だし。ああ、副社長いないんだ。あら、そう、そうなの。社長いる？社長さん。長谷部社長はただいま席を外しております。どっちもいねえのかよ。じゃあ脱ぐわ。あ、これ入ってから服脱ぐのはありなのかな。あそこ通るときに背広着てなきゃ
いけないだけであってさ。よし、すいませんね、ありがとうございます。じゃあ帰りますね。うん、別に何も言われねえわ。よし、おっす、ご苦労様です。ご苦労様ですじゃねえだろ、さっき断ったでしょ、この状態で。そのような方がいるはずありませんって。もう一度見慣れたから大丈夫かな。一回見たもんね、だってこの格好のまま。申し訳ありませんが。なんでだよ。なんで。ちょっとせっかく出玉町いるし、とりあえずエレベーターの人のとこ来ちゃった。ん？ボタンを押しても反応がない。エレベーターは3階に止まったままだ。なんだ、3階で何が起きてんだ。これデパートの人に言った方がいいんじゃないの。まあいっか、上がろう。え、別に開いてるわけじゃないんだ。中で何が行われてんだ。ちょっとやめてよ。あ、アリサさんがこれ。ドスの聞いた男の声。やめてだと？ふざけるな。あ、こいつもやられた。ああ、あなたもそうですか。今までお前に散々貢がされたんだ。きっちり落とし前をつけてもらうからな。俺と吉川だけじゃなかったのか。わかったよ、お金は返します。もういいでしょ、帰ってよ。何言ってやがる、今まで散々焦げにしておいて。まあこういうことを繰り返してたんだね。ああ、今日と幸男はただじゃおかねえ。今までの俺をたっぷりとさせてもらうぜ。冗談でしょ。やだ、近寄らないでよ。立ち去る。立ち去れるのかよ。あ、これ俺だけじゃなくて聞こえるでしょ、外でも。大きな声出したら。まあ入ってみよう。すいません、入ります。簡単に入れたな。あ、前髪くん。あ、なんだてめえは、こっちとは取り組む中だ。引っ込んでな。ここでいいとこ見せて、アリサさんが本当にちょっと、あれ、前髪くん、トゥンクってなるやつでしょ。分かってますから。僕の彼女に何か用ですか。あ、落ち着きありますね。何、彼女だと。け、お前もどうせこの女に騙されてる男の一人なんだろ。そうなんですけどね、この女は俺に散々見つかせておいてとんずらこぎ上がったんだ。今日はその落とし前をつけに来たんだ。好きで貢いだんでしょ。それはもう、それとも代わりにお前が落とし前つけてくれるっていうのか。あ、あなたの気が済むまで僕を殴ってください。口出しですみません。続けてください。あ、これもいいな。ここですっと引き下がるのもちょっと見てみたいけど、まあお金で解決できんならそれが楽だよね、正直。でも俺は殴られてる前髪が見たいな。あなたの気が済むまで僕を殴ってください。前髪くん、お前正気か、こんな女のために。やっぱやめとこうかな。ちょっとな、イベント途切れたりするのも嫌だからな。本気ですとも。まあいい、手加減はしねえから覚悟しろ。やっぱりお金にしときゃよかったかな。あ、お、あ、全部同じ SE。 そういうのあるんだ。金にしときゃよかったかな。正直お金の方が痛くないからね、健康より。健康なんてなかなか下がらないのに珍しく下がったな。前髪くん、おい、こいつに免じて今までのことはもう許してやるよ。お、一応そういう最低限の男気はあるんだ。ああ、まあ頑張ったんだろうね、前髪が。こいつはお前にはもったいない男だぜ。なんか悪いやつじゃないように見えてきた。悪いやつだけど大事にするんだな。前髪くん、大丈夫、まあ、実際この人にはもったいない男ですよ、前髪は。今までどんだけ募金してきたと。無性に殴られたい気分だったんだ。無性に殴られたい気分だったんだ。ああ、だから別に感謝する必要はないぜ。そうだったの？そうだったのよ。で
だと。そうだったので納得すんじゃねえ。わかるだろ。あ、電話番号。ってことはもう一応イベントは終わりなのか。いや、男見せたね。あー、これ吉川にマウント取れます。マウント取れますよ。珍しく階移動しちゃおうかな。エレベーターで1階まで。話しかける。前髪くん、今日は本当にありがとう。それに今までごめんなさい。今度私に何かお詫びをさせて。きっとよ。あ、なんか、まあ多少ベタでは、ベタではあるけど、なんかいい感じに収まって、うん、なんか留飲が下がったわ。よかったよかった。じゃあこれからどうしよう。これからどうしよっかな。工場行くか、とりあえず。へい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 、小川家の皆さん、おはようございます。お、車ちゃんと直ってる。ノリオ、あれ退院したばっかじゃん。悪いけど、ユータを呼んできて。え、ユータいんのかな。なんか旅行中って書いてあるけど。ユータは八原町のおばさんの家にいるわ。はい。ちょっと、いやもうこの二人かわいそうでしょうがないな。俺が養わなくては。俺が養うってことは、つまり出玉町の社長が養うってことなんだけど、自動車の修理を。うん、なんか昨日より進んでるもんね。なんだろう、修理中になんか怪我でもした？怪我って感じじゃないか、あの猫味方だと。ユータ、ユータ、お前の本当の家族が呼んでるぞ。さあ、そのおばさんから離れな。あ、前髪さんって呼ぶんだ俺のこと。久しぶりに会った気がするな。なんかユータ、こういうちゃんとしたイベントで。ユータ君、お父さんが。お父さんが、またしても。お父さんが、まさか。あなた、美佐子さんを呼んできて。え、どこにいんの、知ってんの居場所。え、お母さんがどこにいるか知ってるの。うん。ごめんなさい、ユータちゃん。お母さんのこと今まで黙ってた。何、どうした、何を語るつもりだ。今は早くお父さんのところへ行かないとね。何、おばさんは美佐子と連絡取ってたの。私はユータちゃんを工場へ連れて行くわ。うん。あなたは美佐子さんをお願いね。どこよ。美佐子さんが高校のそばの食堂で働いていた。そんな近くで働いてたの。そうなの。どうしよっかな。どうして知ってるんですかって聞いてみよう。どうしてあなたが知っているんですか。仲いいの、実は連絡取ってたの。詳しいことは後で話すわ。うん。今は一刻も早く美佐子さんを呼んできて。高校のそばの食堂よ。わかったわね。りょ、あ、なんか意外な展開に。でもなんか工場の様子見に行きたくなっちゃうな。あれ、いないな。いないのか、あの先生。雨降ってるからかな。いや、せっかく八原高校周辺に来たから、あの陸上部の顧問の先生に会いたかったんだけど。びっくりした。走ってるやつはいいんだな。まあ自主練かな。陸上部自体は休みなのかな。いや、ほら、平井さんのこと知ってんのかなって思ってさ、あの先生。知らないんだとしたら、ちょっとちゃんと伝えてあげたいじゃん。って思ったんだけど、まあいいか。せっかく来たから、早苗先生にも会ってこ。ヒュー先生、久しぶり、来ちゃったって言っても、もう一通りイベントは終わってんだよな。来たな、前髪。今日は何のようだ。どうしたどうした。なんか緊張してんな。私は日中は仕事の身だからな。もしどこかに出かけるなら夜に。
いかんな、妙に意識してしまっている。バリ可愛くないこの人。めちゃくちゃ可愛いと思うんだけど。そっか、夜じゃないとデートに誘えないのかこの人は。まあ土日だったらもしかしたらいいのかもしんないけど、まあ家から電話でも誘えるよねデート。あ、電話番号もらったんだっけ。まあいいや。じゃあ今回は食堂にいる美佐子さんに会いに行って終わりになるかな。じゃあここだな、矢原食堂。いらっしゃいませ。今の手前の人が美佐子さんか。いらっしゃいませ。だいぶ近くで働いてんな。本当にいる。フラッと桜子さんとか聞かねないぐらいの距離だけどね。桜子さんが通ってた学校の近くなんだから。あなたはどうも、来ちゃいました。ご主人が危篤なんです。どういうこと、あの人に何があったの。あ、それはやっぱり心配するんだね。ノリオのことが嫌いなわけではないんだな。家離れてるけど。今まで会ったことを話した。うん、そんな。お、今すぐ言ってあげてください。今すぐ言ってあげてください。あ、まともなこと言ってる。はい。行くんだね。ノリオとの関係が悪くなったとかじゃないんだね多分。じゃあ家を出た理由は。金欠の学生、100玉しかないや。ギリギリラーメンは頼めるな。100玉で食えんのラーメン。学生に優しい食堂なんだな。いらっしゃい、何か食べていきなよ。え、じゃあせっかくなんで水ありますか。あ、水ねえのかよ。じゃあトロロでいいわ。トロロください。トロロ食って帰るんで。じゃあ美佐子さんは今ので病院に駆けつけたのかな。ってことは宇佐尾も病院に行けば話が進むのか。みんな病院にいるはずなんだよね。よし、じゃあまあそれはまた次回にしようかな。はい、おそらくちょうどいい時間だと思うので一旦セーブして次回ノリオのお見舞いに行ってやりましょう。ありがとうございました。また次回お願いします。